絵を見るっていう経験をやっぱしてほしくて、四角いこうキャンバスに油絵の具が塗られたこう物質があるわけですよね。そこにはすごいいろんな情報があって、筆触が美しいとか色が美しいとか、絵でしかできないようなことっていうのをやりたいんです。ただ感じてほしいのは絵がそこにあるという事実。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家高木大地、独自の絵画表現を追求するために2018年からの1年間オランダを拠点に活動。そんな彼の制作活動における信念とは。まあ、僕はガチンコの絵画をやってるんですけど、脈々と続いてきた美術史のまたこう先っぽに僕らがいて、まあ、やっぱりその今の時代の表現をしなきゃいけないし、でもその前の世代からこう考えられてきた問題っていうのも考えないといけないっていう、歴史の中でもこういろんな意味を持つ絵ってなったら、やっぱり勉強とかもやっぱり大事なので。新しいものを生み出すためには過去とも向き合う必要がある。だからこそ追求するのは抽象と具象の狭間。これ東大ってすぐ分かるか分かんないんですけど、何を描いてるかっていうことと同時に、やっぱ 絵なんですよね。具象的な何が描いてあるってことと、形だったり色だったりっていうその抽象的なものが同時にこう見えてくるようなものに、まあ、したいっていうふうに思ってます。見せたいのは油絵の具で描かれたただの物質。しかしそれこそが自分にとって大切な絵を描く本質。小さい時にやろうと思ってた美術っていうこととはまた全然違って、こういうのかっていうのはだんだん分かっていったって感じですね。商業的にうまくいくような絵とかっていうのもあるだろうし、売るために描いてるわけじゃないわけですよね。自分の絵を描くっていうのが絵を描く本質だと思うので、自身のルーツや内にある感性を見つめ、自分にしか描けないイメージを立ち上げたい。そんな高木大地が目指すものとは。憧れてる作家とかの真似は当然するし、そういうものから得て成長していくと思うんですけど、最終的には完全な高木大地の絵にしたいってこと。まだいろんな影響は残ってるっていうのを感じるし、もっと自分の絵にできるはずなので、常に探りながらやってるっていう感じですかね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家鈴木八重子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。